ランドオーバーはテリー・ブルックス作のファンタジー小説シリーズ。日本語版は、いつじやけみ役で、早川文庫から出版されている。NHKFM にて、同作のラジオドラマ化もされている。また、ユニバーサル・ピクチャーズによる実写映画化が予定されている。シカゴのラツワン弁護士、ベン・ホリデーは、最愛の妻を交通事故で亡くし、人生の意義を見出せないまま。 仕事へと逃避する日々を続ける一方、法律家としての限界にも悩んでいた。だが、ある日、亡き妻宛に届けられた、クリスマスシーズン向け、デパートのカタログショッピングの広告雑誌に、魔法の王国売りますという異様な広告文を見出す。新たな人生のチャレンジを自分が欲していることに、気づいた、彼は、春春の末、財産の何割かを投じて、この、 手の込んだ個人向けアトラクション購入を決意する。しかし、その国は広告に書かれていない様々な問題をはらんでいた。戦後を亡きあと20年、国土は荒れ果て、民心は離れ、ドラゴンのストラボ、魔女のナイトシェード、妖魔のマルクといった強大な敵がいる一方、忠実な進化は数人、国庫は空っぽ、税体系も崩壊。 というファンタジー世界にしては、あまりにリアルな危機的状況を目の当たりにした弁は、法律家として、そしてこの国の王として、状況を打開する決意をする。NHKFM 青春アドベンチャーにて、1995年から2001年に、かけ放送された。数年間にわたり順次制作されてきたことやキャストのスケジュール事情などにより、 主人公を含む多くのキャストが交代している。ありがとうございます。